どうも、ハイチーです。今回はですね、今6月の26に撮ってまして、あと5日で、6月が終わります。7月がやってくるんですけど、で、まあ、できればね、この動画と、自分のね、ユーザーの方の中で、この動画に7月中じゃなくて6月中に出会ってくれてると嬉しいなと思うんですよ。何かっていうと、6月中にぜひ、これだけはちょっとやっておこうっていうのを、伝えたくって。だからもしね、7月に入っちゃってたら、まあ7月入っちゃってるんですけど、早めにね、もしやってなかったら、それをやってくださいっていうのを伝えていきます。で、主には受験生。もう受験生はもう絶対やろうっていうことなんですけど、まあ受験生じゃない、まあ1年生、2年生の方とかにしても、すごく、まあ大事なことになるし、自分の成長につながると思うので、そのきっかけになると思うんで、もしよかったら参考にしてみてください。で、それが何かっていうと、もうね、まあいつも言ってることなんですけど、7月、まあできれば7月、8月セットがいいんだけど、7月中に頑張ること、つまり何をどのくらいやるのかっていうのを、6月あと5日で決めてください。これを7月になってからダメ。もう6月中に決めるの。7月、8月。まあできればほんと8月ね。夏休みだから終わる時までに、これをやろうと。例えば、その、自分が持ってる数学の参考書の、このページまでを3回やるとか。いい？でも決めるものはもう任せます。単語を何個覚えるとかでも構わないんですけど、決める。はい。で、これはなんでかっていうと、夏休み、皆さんもね、ちょっと今までの夏休みちょっと思い出してほしいんですけど、例えば、まあ、その時期にもよると思うんだけどさ、頑張ろうと思う時あるじゃないですか。夏休みちょっと頑張ろうって。それ受験生関係なく。で、ありました、自分も。あった、あった。あったんだけど、じゃあ実際頑張ったかっていうと、あ？みたいな。あれ？夏休み終わったぞ。みたいな経験ありません？特にありがちなのは、まあ、7月だいたい20日ぐらいに入りますよね。まあ、地域差ありますけど、20日に入りますと、よっしゃ、夏休み来たぜと。で、最初はいいじゃないか、これまで頑張ったんだし、まあ、ちょっとね、遊ばせてくれよと。ね、夏休みもある、まあ、祭りもあるしね、花火大会もあるし、行こうぜ、みたいななって、まあ、過ごすと。で、そうすると気づいたら8月になるんですよ。あれと。俺、8月になったなと。で、7月、まあ、10日ね、潰しちゃったけど、まあ、こっからが勝負だよ。8月やっていこうぜ。つって8月頑張るわけですよ。で、じゃあ頑張ろうと思うわけですよ。でも、まあ、でも、言うてね、まあ、あと30日あると。8月も。ね。って思ってたら、8月、まあ、お盆がやってくるわけですよ。おかしいぞと、やばいと。で、そう、お盆とかって帰省する人も多いし、あと親戚が集まったりする人も多いから、お盆って何がにこう忙しいんだよね。学生のみんなも巻き込まれるからさ。で、勉強できねえと。で、その、あれおかしいね。勉強できねえぞと。やべえなと。で、宿題終わってねえぞ、みたいな。で、気づいたら8月20日になってるみたいな。あと10日しかないじゃん、みたいな。で、宿題に追われて、それをやって、あと3日4日で学校始まります。ああ、夏休み。おかしいな。頑張るはずだったのにな。みたいなで終わるんだよね、夏休みが。まあ、これあるあるですよ。俺も自分も超ありましたけど。で、もちろんその過ごし方が悪いとは思わないんですけど、でも、まあ、勉強面で成長したかっていうと、まあ、ちょっと厳しいですよね。その面に関しては。じゃあ、塾に行ってるからとかっていう方ね、夏期講習受けてるからっていう方もいるかもしれないですけど、塾の授業受けてるだけで成績は上がらないからね。塾で受けたことを家で復習しなきゃ上がらないから、基本的に。そこはセットなわけで、もちろんま、すげえ宿題出される方もいると思うけどさ。だから、やっぱりね、6月中に、夏休み入ってその時期に始まってから、じゃあ、この月、ね、7月になってから今月何頑張ろうかなって考えるんじゃなくて、もう事前に決めておくの。もうこれをやるって。で、まあ、今日ね、たまたまね、この動画を見てくれた方だったら、あと5日あります。で、5日、まあ、テスト勉強ね、ある方もいると思うんで、テスト勉強そのね、時間割いてほしいんだけど、空いた時間とかでも構わないので、ちょっとね、ガチで考えてごらん。で、いつも言うように、欲張らない、やるものを、たくさん、もう、あれもこれも、これを30ページ、これを50ページとか、今までの自分の勉強量と考えていけそうだったらいいんだけど、ちょっとこれ盛りすぎじゃねえかと思うのは絶対設定しない方がいい。必ず自分で設定したものがクリアできる。少なくても構わない。人にバカにされようが構わない。自分で決めたものが大事なことだから。人がどうこう言うと関係ないから、自分でもう7月8月にやるってものを決めてください。時間はある。まだある。で、それを7月に入っちゃったといいの。構わないから、その早めに決めるっていうことが大事で、まあ、今回ね、6月26日一応撮ってるので、6月あと5日がね、ちょうどいい、ね、あと5日ってこう、キリがいいからさ、あと5日で決めようって話をしてますけど、7月に入ってしまっても構わないので、早く決める、やるものをね、そう、っていうのをぜひね、この6月中に間に合ってる方はね、やってみてください。